天文8年、美濃の国に生まれた前田玄以。若い頃は美濃の僧で、禅僧としても知られています。後に織田信長に仕え、信長の嫡男、信忠の家臣となります。本能寺の変では信忠の命でに上城を逃れ、嫡男の三法師を岐阜城から清洲城に移します。秀吉の時代には京都諸士大として豊臣政権の要職を務め、丹波亀山5万石を与えられ五奉行の一人になります。秀吉仏後、徳川家康、石田三成の間で中立を保ち、内部抗争の鎮静化に努めますが、元長5年、関ヶ原の戦いが勃発。玄以は西軍に組みし、家康弾劾状に署名しますが、合戦には参加せず、豊臣秀頼の後見人として大阪城に留まり、中立の立場を貫きました。その姿勢が家康に評価され、本領保安度丹波亀山藩初代藩主になり、元長7年、享年63で亡くなります。